こんにちは、ムホです。また大阪に戻ってます。あさっての6月2日は2週間ぶり、ルテン会、大阪城公園での野外座禅をしたいと思います。いつものように6時40分から、カクシクルワという場所で、やります。雨が降らなければいいんですが、予報では曇りです。そして、座禅についてですけれども、5月の安泰寺のリトリートに参加された方から、いろいろ座禅についての質問を受けたんですけれども、それに対して答えたら、今度はあなたの言う座禅とヴィパッサナの違いがわからない。ヴィパッサナというのは、タイ、スリランカ、ミャンマーで実践されている南方仏教の瞑想法ですね。観察する。見ることですね。今ここ。あるものをありのままに見ること。これがヴィパッサナですね。座禅との違いが分からなくなってしまったんですね。その問いに対して私の答えを紹介したいと思います。この下にも貼っときます。私の比喩で言えば、座禅は私と草原の関係性で説明できますが、まずは羊の多いことに気づいて驚く。この比喩では草原は心の風景ですね。で、羊はそこに浮かんだ思いですとか感情ですとか、何かですね。座禅していると心が無になると思っている人もいるようですけれども、座禅している時ほど多くのことが浮かんでいる。それにまで驚く人が多いんですね。いっぱい考え事、思い、昨日起こったこととか明日の予定だとか、いろんなことが出てきます。こういう羊の多いことに気づいて驚く。そしていつの間にか羊飼いの真似事をするけれどもうまくいかない。要するに自分の心が空っぽにならなければいけないと思い込んで、この羊たちをフェンスで囲んでみよう。白いやつと黒いやつを分けてみようといろんなことをやり出す。でも、やればやるほど暴れるんですね、羊の群れは。うまくいかない。うまくいかないから、草原の中心に根付いている大きなヒノキの下で一服し、羊たちのことを忘れて大きなその幹を見上げる。で、見上げたら枝の中にたくさんの小鳥たちが座って泣いているということにも気づいたりする。これは何の比喩かというと、自分の思い考えを管理するのをやめて、例えば呼吸、この大きな幹は呼吸の例えですけど、もう自分の呼吸だけに注意をすると、考えはそのままにして呼吸に心を置いておくと落ち着く。で、チュンチュンと鳴く小鳥。これは実際にその時に起こっているいろんな音の世界があると思います。川の音でもいいんですし、別に高速道路の車の音でも何でもいいんですけれども、それをありのままに聞く。そうしたら羊たちのことはいつの間にか忘れてしまう。これは言ってみればシャマターですね。呼吸の観察、シャマター。伝統的な仏教では浄禅浄とも言いますね。禅浄入るのに昔から禅では数息観とか、
水素管呼吸を見て、呼吸を数えてから呼吸をただ見るという方法は使われてますし、まあ、欧米でも盛んにこれは初心者で、実践されてます。あるいは草原の向こうに見える山脈の一つの峰をに注目する、あるいはこの山脈全体を見渡すでもいい。この山脈は何かというと、この体の感覚ですね。一つだけの峰を見るというのは、まあ、眠い時は鼻の先とか頭のてっぺん、ここに心を置いておく。ナーバスになっている時は丹田ですとか足のところとか、あるいは北海上院、ちょうど北海上院のこの親指が軽くそして触れているこの一点、ここに心を置いておくと、やはり羊たちのことを忘れることができる。考えが消えなくても、まあ、BGM として残ったとしても、自分の心はそこで安定しているわけですね。ですから、初めて座禅している人は、この羊たちのいたずらに気を取られて、落ち着かない。羊飼いをやっててもうまくいかないんだけれども、まあ、どうしたらいいかというと、ケヤキの下でヒノキとさっき言ったけど、まあ、ヒノキでもケヤキでも何でもいいけれども、大きなその木の下で寝て、ケヤキの枝を見上げて、あるいはその幹だけを見るのでもいいし、あるいは小鳥の歌を聞くのでもいいし、まあ、一つに絞った方がいいかもしれない最初は。あるいは遠いこの山脈、自分の体、普段は遠い存在かもしれないけれども、実は全然遠くない、それを最初は一つだけ、富士山のような山だけに目をやって、余裕が出たらその背景としてある南アルプスも全部見渡す。それはつまり鼻の先に気を置いたり、丹田や親指に気を置いたりするような、まあ同じシャマターに分類できると思います。あるいはその遠い山脈全体を見渡す、体全体を意識する。それができるようになると、その手前に広がっている草原も見渡せるようになる。そうなれば自分はもはや羊飼いの真似をする必要がないことに気づく。それまでは羊たちは気になったけれども、羊飼いを含んでいる風景全部を見渡せるようになる。草原の中の羊飼いではなく、空の視点から全てを見渡す。まあこれは大きな違いのようで、もはやそんなほど大きなジャンプではないんですね。木のふもとから風景全体を見渡した。全体を見渡すということは、もう真上から見ているような視点ですね。実はこの木をも山脈をも草原をも、そして羊たちと相変わらずそこでまだ内職している羊飼いをも、羊たちと羊飼いを両方も全部見渡している空の視点がある。これはまあ言ってみればビッパサナですね。全部ありのままに見つめる。しかも一つ一つの微細な部分をボケさせない。まあそこが大事ですね。いきなりビッパサナ、いきなり空から始めるとぼやけて見えるんです。全体を見るといったってぼやけて見えてしまうんですね。そのために呼吸の観察とか体に心を置くという方法があるんですね。ボケさせないため。
逆にヴィパッサナやれないでこれだけやったりすると、まあ1点はフォーカスできるけれども、この1点しか見えてない。パチンコ屋に入ってパチンコ三昧に入ったのはいいけれども、車に子供を残してそれが熱中症になってしまったというようなものですね。でも俺注意したんじゃないかと。いや注意したけれども、パチンコに注意しただけ。鼻の先だけに注意したって、呼吸だけに注意したって、1日24時間の生活で起こる問題に対応できないわけです。まあ、内山老師の有名だというよりは、運転、車の運転、ハンドルだけ意識してもしょうがないし、ミラーばっかり見てもしょうがないし、ペダルに気を取られてもしょうがない。これ全部に自分の意識が働いている。そういう働きでなければいけない。微細な部分をボケさせない。このステージを目を開いたヴィパッサナーと言ってもいいかもしれませんね。要するに質問者は、座禅は結局目を開いたヴィパッサナーじゃないかというふうに説いたんですね。このステージではまさに目を開いているヴィパッサナーですね。ヴィパッサナーでは多分目を閉じることは多いと思いますね。ですから、あるのままの風景といっても見える風景だけはないんですね。見る世界、体の感覚、匂い、口の中の味など、それだけで、見るものはないけれども、座禅は判断ですから見るものも含まれている。目を開いたヴィパッサナーと言ってもいいかもしれませんね。ところが、その後は空から再び草原に降りて、草原になりきる。ここはちょっと難しいかもしれません。説明をするのは、観察することをやめる。観察する行為をもう超えてしまうんですね。草原を見るんじゃなくて、草原になるわけです。草原になっちゃうんですね。羊たちに踏まれようが、食われようが、うんこを落とされようが、それをじーっと草原という私が支えている。まあそういう例えです。あくまでも例えです。草原になりきる。羊たちに踏まえようが、草食われようが、うんこをされようが、みんなにデクの坊と呼ばれ、誉れもせず、国もされずという、まあ宮沢賢治さんの有名な言葉を引いて、その有名な言葉ではありませんが、今ここにあるこの現実になりきるのみ、この最大の大事なステップは、ヴィパッサナの中では用意されていないのではないかと思います。つまり、空で終わってしまうのがヴィパッサナ、草原に戻るのが大乗の禅。まあ、そういうふうに答えたんですね。禅は、途中まではヴィパッサナ、目の開いたヴィパッサナまでそっくりかもしれないんですけれども、最終的には、ちょっと違うところに行き着くと思いますね。まあ私は初歩的なヴィパッサナしかやってないので、10年、20年、30年ヴィパッサナを実践した人はまた違う見方をするかもしれません。まあ、今日はここまで。そしてルテン会は、日曜日、6月は2日、9日、そして16日は休みですが、23日、この3回です。2、9、23日はまた大阪城公園で座禅をします。よかったら来てください。それでは失礼します。